東京地検特捜部に収賄容疑で逮捕された秋元司議員が自民党を離党する意向を党幹部に伝えていたことがテレビ東京の取材で分かりました自民党幹部によりますと今朝秋元議員が逮捕されれば自発的に離党する意向だと電話で伝えてきたということですただ秋元議員はこの幹部に対し自分は容疑に覚えは全くない徹底的に戦うと話していたということです